セアンヌンツヤータ騎士団は中世イタリアで結成された騎士修道会及びこれを後ろ身とする世俗騎士団。1362年にサボヤハクアメデオ6世によって結成され、セイモーリス騎士団と並んでサボヤ家の騎士修道会として運営された。後にサボヤ家の宮殿騎士団となり、やがてイタリア王位を得ると王国の最高勲章として機能した。 共和制以降により、共和国勲章に最高勲章の地位を明け渡すと、亡命貴族である、サボイア家による、名誉勲章として存続した。元騎士団長は、最後の王大使であったナポリ公、ビットーリオ・エマヌエレ・ディ・サボイア。聖アンヌンツィアータ騎士団は1362年に、サボイア伯爵であった、アメデオ・ロクセイ・イル・コンテ・ベルデによって設立された。アンヌンツィアータとは、 聖母マリアが神からイエスを見ごもったことを知らされる受胎告知の場面を意味し、当初から非常に宗教色の強い騎士団として組織されていた。アメデオ6世、イル・コンテ・ヴェルデに助任された同騎士団の騎士は15名であったが、1434年に一族を公爵に償釈させたアメデオ八世、イル・パチーフィコの時代に5名増員された。 1518年のカルロ・サンセイル・ブ王の1570年のエマヌエーレ・フィリベルト・テスタ・ディフェッによる相次ぐ改革によって、騎士団の組織制度は刷新された。特に1518年の改革では、騎士団の正式名称は、オルディネス・プレイ・モデッラ・サンティッシュマ・アンヌンツィアータへと改称された。騎士団の紋章も、天使から、 受胎告知を受ける聖母マリアを描いたものに定められた。カルロ3世とエマヌエーレ・フィリベルトの改革によって、騎士団は世俗騎士団、宮殿騎士団として名誉称号の意味合いが強まった。とはいえ、修道騎士団の精神も残り、宗教的な同胞感情によって、サボヤ家と公爵軍の信頼を高める側面があった。実際、受訓者もサボヤ家の人物を除けば、 カトリック教徒でかつ将軍として活躍したものに限られていた。1985年の現騎士団長、ビットオリオイマヌエーレディ・サボーヤによる規則改正を経て、現在の受訓資格は以下のようになっている。1925年、イタリア王国議会は王家となっていたサボーヤ家の許可を得て、騎士団の助任を事実上の最高勲章とする議案を可決させた。 グランデ・コンラーナを着用するビットーリオ・アメデオ三世の肖像画聖アンヌンツィアータ騎士団においては、騎士団朝食を除いてすべて騎士の称号のみが組織内で使用され、名目上は騎士団内に階級の上下はない。騎士団の騎士に与えられる称号は等しく、カバリエーレ・デル・オルディネシュ・プレモデラ、サンティッシマ・アンヌンツィアータとなる。与えられる騎士の証は二つあり、グランデ・コンラーナと ピッコラ・コンラーナと呼び分けられている。コンラーナとはイタリア語で首飾りの意味であり、騎士称号と共に与えられる金細工の装飾品の違いを示している。騎士団の紋章とサボイアのツタと呼ばれる紋様が描かれた首飾りは微妙な違いがあるが、基本的には同じ設計になっている。また首飾りにはガイ・エ R ・アルティと刻まれているが、これはサボイア家の標語である。 この由来については、諸説あり、1310年に十字軍遠征で、ロドストを占領したアメデオ4世を称える、ゥードエイスローダムトゥーレットという言葉に由来するとも言われている。他により後年にサルデーニャ王位を獲得したビットーリオアメデオ2世の、フィディアイリリジオニータニーマーという言葉であるともされる。儀礼での場においては、以下の規則がある。 また組織運営はグランドマギステリウムによって行われる。代表議会は同騎士団及びサボヤケに関する諮問機関を指し、サボヤケに関連する要人から構成されている。以下はその評議委員の一部である。ありがとうございます。